はい、皆さんこんにちは。メダリストクラブ卓研講座講師の芳賀沼です。あと1点アップ対策、法令上の制限のですね、2つ目は建築確認。ここよく出るところなんで、また建築確認数字がいろいろありますね。試験問題しやすいところですから、直前に確認しておくのに効果的なところということで勉強してまいりましょう。それでは一緒に見てまいります。建築確認が必要なですね、面積、特殊建築物と大規模、これは木造と非木造、それからそれ以外のところというふうにありますけれども、皆さんに覚えて、特に直前覚えていただきたい、確認していただきたいのは特殊建築物と大規模木造、そして大規模非木造であります。数字がいろいろ出てきますが、特に大規模木造の数字4つあるんですね。そこで、特殊建築物から一緒に確認していきますけれども、特殊建築物の場合は床面積、延べ床面積が100平方メートル超えるであります。異常か超えるかという点も気をつけてくださいね。床面積が100平方メートル延べで、ちょうど100平方メートルだったらどうかって、これは確認がいらないわけですよね。超えるですから、超えるという場合はその数字を含まないわけであります。さあ大規模木造の場合、これは4つ出てきますけれども、大事なのはその4つの中の1つに、どれかいずれか1つに該当すれば必要、各建築確認が必要だということであります。その4つを一緒に確認していきましょう。まず回数3以上なんです。これは超えるじゃないので、気をつけてください。3階を含むわけですね。ですから木造3階建てと出たら、面積とか高さにかかわらず確認必要です。次、延べ床面積500平方メートル超えるであります。さあ床面積は500平方メートル超える、今度は超えるなんですね。それから高さ13メートル超えるであります。建築物の高さ自体が13メートル超える、それから軒の高さ9メートル超えるということで、3番と4番の違いでありますけれども、建物があったとしますとですね、建築物の高さというのはこの建物全体の高さですね。これが高さで、で軒というのはこの部分ですよね。ということで軒の一番高いと、ここが軒の高さということになるわけで、どれか一つ該当すればですね、建築確認が必要だということになるわけであります。さあ大規模非木造の場合、鉄骨鉄筋コンクリートとか鉄筋コンクリート造りとかで出た場合は、階数が2階以上であります。階数2以上ということで、平屋の場合は確認、面積が200以下であればいらないわけですね。階数2以上ですから、2階建てを含みます。それから延べ面積、床面積が200平方メートル超えるであります。ちょうどぴったり200平方メートルだったら、平屋であればいらないということになるわけでありますね。200平方メートル超える場合ということで、超えるとなっているのが特殊建築物の床面積100、それから木造の500、13、9、それから非木造の面積ですね、200超えると。それから以上となっているのは階数ですね。それぞれ階数の部分は以上となって、その数字を含むというわけであります。建築確認、建築基準法は毎年2問出ますけれども、その中の1問ですね、選択肢の一つとしても、ないしは1問独立しても出る可能性ある、高いところでありますので、直前これをお確認いただいて1点アップ頑張ってください。それではこの項目を終わりましょう。